おはようございます。感動を生み出すいちご農家竹下博次です。今日はゴール設定、明確なゴールが見えないままですね、どうなりたいっていう、こんな風なライフスタイルになりたいっていうのを決めてなくて、いいいちごが作れるようになったら幸せになれるって思い込んでた30代でした。だから家族振り回したり、自分のしたいことをやって家族からの批判とか反発とかがやっぱり絶えなかったですね。今でもゼロじゃないですけど、でも今こうなりたいって、今49ですけど、その50代60代どうありたいっていうのが見えてるんですよね。思い描いてる、まだ形にないものを形として見てるんですよ。だからそこに向かってワクワクするから努力ができるんですね。希望がある状態、ゴール設定、ゴール設定、夫婦で家族でどうなりたいっていうゴール設定を明確にやったら、今の努力が評価ができます。ゴール設定、これが大事です。